ナポラのウィーインテレジアン・ウム校の正面。3名の生徒が土曜日の放課後に外出する光景を捉えた一様。ナポラの図書館増書院。ナポラとは1933年ナジス政権。獲得後に民族共同体教育施設として設けられた中等教育レベルの寄宿学校である。卒業生には大学入学資格が与えられた。公式名称はドイツ語で、 ナッショナルパラティッシュアーツィハンザンスタウルトであり、ナポラとはナッショナルパラティッシュレロンスタウルトの太文字部分を読んだものである。訳語としては国家政治教育学校や国民政治教育施設、国家政治教育施設、国家教育者などがある。ナポラの目的とするところは心身ともに民族と国家に献身するナチスト員インを育成することにある。生徒は 未来の指導者世代を形成することが求められた。しかし、アドルフ・ヒトラーが校生徒とは異なり、職業選択の自由を保持していた。1933年最初の三校が、教育大臣、ベルンハルトルストの主管する国立の学校として、設立された。1936年から新英大大将のアウグスト・ハイスマイヤーが、ナポラ監督官となる。 1939年から1940年にかけてナポラの主管は新英隊のハイスマイヤー本部に移行される。これに伴いナポラは新英隊の直接的な影響下に置かれハイスマイヤーは教職員に新英隊への入隊を迫った。また生徒や教職員に新英隊の制服、階級を導入することを試みた。 1941年にはオーストリアを含む全ドイツに6000名の生徒が30校に学んだ。このうち2校が女子校であった。終戦までに43校に増大した。ナポラでの物理授業後継、弾道学と空気力学の模型が映っている。オラニエンシュタイン校を例として説明すると、同校はディーツに、所在。 1919年に廃止されたプロイセン王国陸軍幼年学校の伝統を継承、校内で青色の検証をつけたオリーブ色の制服を着用した。生徒はユンクマンと称された。休暇中も帰郷先のヒトラーユーゲント組織で活動義務があるので外出にはヒトラーユーゲントの制服を着用した。学校は8学年に分かれた。ナポラは 形式上ナチス島の突撃隊に属していたので、校長は突撃隊員であったが、海戦に伴い教員も変化し、1942年には突撃隊に属する教員はいなくなり、正規の授業と並んで、軍事教練に重点が置かれたので、元教員であったが、戦勝のために現役復帰できない国防軍将校が授業を担当した。戦争が長くなれば、 なるほど、年笠の生徒は国防軍や武装親衛隊に志願し、ナポラは国防軍や武装親衛隊の将校予備軍の様相を提した。なお、ナポラに入所した少年を主人公にした映画エリート養成機関ナポラが公開されている。男子生徒転居、ハラルド・ショルツ、n s オーソウルゼッシュール絶集欄。ありがとうございます。